毎日24時間利用でき、番組のスターになれるチャンス。信じられないでしょうが、家にいながら驚きの番組に出られるチャンスです。何時間も待つことや応用書何十枚も出すことはもうありません。一番早いルート、ウィーディング TV を使ってください。楽しくて簡単、そしていつも無料。ウィーディング TV へようこそ。世界で最初の TV2 ネットワークへようこそ。これはもう一つのテレビの見方だけではなく、あなたが参加できるテレビ番組です。番組に参加してそこでスターになれるウィーディング TV。 今本当に新しいウィーディング TV を紹介できて光栄です。オンラインでテレビを見られる選手は今では随分になりますが、ここでは有名な番組に実際に参加することができます。ディール・オア・ノー・ディール、クイズ・ミリオネア、ファミリー・フォーチューなど、ウィーディック TV は人気のある番組を用意しています。チャンネルをチェックしてみるのを決め、そして番組のスターになれる準備をしてください。ウィーディック TV へようこそ。TV2 とも呼んでください。そう、これはあなたを番組に参加させる真のインタラクションです。問題を回答したり、箱を選んだり、的を打ったり、まるでスタジオ内にいるような臨場感。それでこれってどうやって機能してるの？最新の技術と質の高いエンターテインメントへの情熱を使ってだよ。ベストの番組のベストバージョンをお届けします。チャンネルを選んで番組をご覧ください。ウィーディック TV をお楽しみください。 TV2 のホーム、ウィーディック TV へようこそ。テレビに大きな変化を与え、あなたが中心のテレビにしました。どういう意味かというと、ただチャンネルと番組を選ぶだけ。たくさんの番組が楽しめ、さらに多くの番組が常に追加されています。10年以上も世界的に放送されているクイズミリオネア、ウィーディック TV を代表する番組です。回答者席に座るのはあなた。15の質問と3つのオプション、そして100万ポンドを獲得しましょう。見た目はシンプルだけど、とってもドラマチックよね。ウィーディング TV なら、回答者席は無料。ディールはノーディール。楽しい番組だね。紙の上ではこんなにシンプルなものが、どうしてこんなに面白くなるのかしら。選択肢を選んで、ディールを判断して、バンカーに勝つのがあなた自身なら、さらにドラマチックですね。その通り。それが TV2 の基本です。番組に参加できるのが WeDig TV。ネットワークガイドからディールはノーディールに今すぐチャレンジ。WeDig TV の視聴者はどんどん増えて、去年は300万人に達しました。そして毎日さらに多くの人が番組に参加しています。この成功はネットワークが皆さんのことを考えたからです。ウィーディング TV なら待つことなく番組に参加できます。ウィーディング TV の視聴者になることは、拡大するコミュニティの一部になること。番組の幅広さがウィーディング TV の優れたところ。過去の番組から世界中で放送されている新しい人気番組も楽しめます。今すぐ参加して楽しめる多くの番組を用意しています。ネットワークガイドではチャンネルごとに番組が振り分けられています。通常のケーブルテレビと同様、ゲーム中であってもガイドはいつでも使うことができます。すべての内容はガイドに表示されているので、短時間でスタートできる一番簡単な方法です。どの番組から始めるか迷っているなら、ネットワークガイドをご覧ください。ウィーディング TV のすべてのコンテンツが見られます。常に新しいコンテンツが追加されていることをお忘れなく。しばらくアクセスしていなかったら、チェックをお見逃しなく。楽しめる新しい何かが必ずあるはず。ウィーディング TV は毎日24時間中アクセスができるチャンネルが盛りだくさん。ネットワークガイドには全ての番組が表示されています。番組の途中であっても、いつでもガイドにアクセスできます。新しい番組を開始しているのに、他の番組に参加すると、開始していた番組でのスコアはなくなり、番組から降板させられますので、ご注意ください。ウィーディック TV は、エンターテインメントとテクノロジーの最先端を常に考えています。
大きな画面で視聴するには、それが私たちの課題でした。そしてフルスクリーンでの視聴が可能に。見慣れた好きな番組に出演しているのはあなた。フルスクリーンモードをオンにして画面いっぱいに B-BIG TV を楽しんでください。このモード変更は各自で行います。WeDig TV をもっと楽しめる方法をお示しましょう。最新技術を利用すれば WeDig TV をフルスクリーンで楽しめます。ボタンを押すだけではなく、最適な画像サイズで番組を楽しめます。操作はあなた自身で行ってください。時々表示が視聴画面に戻ることがありますが、フルスクリーンをオンにすればまた大画面に戻ります。WeDig TV の番組は2通りの楽しみ方があります。 Free to View と Pay to View。 番組参加に料金が必要な Pay to View では毎月賞金を獲得することができます。 Free to View オプションではいつでも無料でゲームが楽しめますが、賞金は獲得できず、ゲームを楽しむだけです。通常のテレビ番組と同じようにコマーシャルを挟むことでネットワークを活用させることができます。WeDig TV の他のコンテンツと同じようにコマーシャルもインタラクティブでも、ポップアップやポップオーバーはありません。 TV2 のもう一つのあり方です。 WeDig TV なら Free to View と Pay to View のどちらのオプションも楽しめます。ゲームを楽しむだけなら Free to View、 番組は同じですが通常のテレビのようにコマーシャルが挟まります。高額の賞金を狙うなら、Pay to View がいいでしょう。どちらのオプションを選んでも、WeDig TV を楽しめます。WeDig TV なら、番組に参加することができます。私のパートナーが、番組内であなたがどのように映るのかを実践してみます。最初は、ちょっと変な感じ。でも、そう感じたら、あなたがどの出演者だというのは、把握できることができますよね。あなたは常に赤のキャラクター、そして相手は青のキャラクターです。簡単だね。今日はどんな番組があるんでしょうか。それじゃあ見てみましょう。 WeDig TV の番組は、番組を一つだけ見てみましょう。 WeDig TV がお届けする番組のハイライトをご覧ください。その他にはWeDig TV の他の番組を見てみましょう。WeDig TV では人気番組を揃えています。他は何が見れるのかしら？それじゃあ、これはどう？ WeDig TV では人気番組を揃えています。他には何が見られるのかしら？それじゃあ、これはどう？1チャンネルの今日の番組は？それじゃあ、見てみましょう。2チャンネルでは何が見れるの？いい質問だね。見てみようか。3チャンネルでは何が見れるの？見てみましょう。